始まるよ。定番の遅れが申し訳ございません。10日遅れぐらい、そうですね。今回の原稿は、はい、今まで、まあ、まだおぼつかない頃から数えても、うんうん、自分の中ではこれ大丈夫かな、ちゃんとまとまってるかなって思いながら出しましたね。あすごい不安定な状態で出してしまったのではなかろうかとかって思ったりしてました。なるほど、分かんなくなっちゃって、その辺からちょっと話していきましょうか。はい、まあ、今回のまあテーマは、まあ、桜井貴宏にとっての感動ということだと思うんですけど、はい、途中のところは抜粋しますけど、はい、皆さんは最近感動しましたか？その感動はどんなものでしたか？誰かに伝えたいですか？伝えることはできましたか？というこのクエスチョンマーク4連続がございまして、はい、で最初いただいた時に桜井貴宏と感動ってめちゃくちゃ意外な組み合わせだな。そうですよ、僕は感動に薄い人間なんですよ。本に現れてる、ね、そうなんですよ。それは自覚があって、この仕事やっていく上で、まあ、分かりやすいところで言うと、何かサプライズが用意されている、あ、まあはい、まあ、ドッキリみたいなもんですよね、はい、例えばラジオのお仕事とかイベントのお仕事で、それに対してうまくリアクションができなくて、うん、何だったらその全部終わった後にちょっと偉い人に怒られたりとかしてたんですよ。ちょっとリアクションを取った方がいいよとか。よっぽどなんですね。そうなんですよね。まあそれが目の前でこう巻き起こりました。びっくりはしてるんですよ。でもなんかその嬉しいとかっていうよりは恥ずかしいとかが勝っちゃって、特に若い頃はもう多分やばい顔してたと思いますね。どんな感じ？なんか。なるほど、ちょっと。なんとか。ありがとうございます。みたいな。もう意志のない鳥みたいな感じの。今は、マジでみたいなのやれるようになったんです。学習したんですね。はい。なんというこうキャッチフレーズが的確なのかわかんないですけど、そのやっぱ感情がちょっとサイコパスなところがあるんですかね。なんかちょっと独特なのですごい意外だったんですよ。ああ。感動できたかと。そうなんです。知りたいなって思って、ちょっと投げかけでもある、ああなるほど内容で。なるほど。書きながら自分の中でもちょっとこう整えているところがあったりとかして、感動の2文字って結構五体操な、いやそうなんかイメージありましたけど、あすごい立派な映像とかなんかものを見て、はいはい、とか読んでとか聞いて、はいはい、それでこう感動するっていう、うん、そのパッケージって、うん、すごいちゃんとしてなきゃダメなイメージがあるんですよね、うん、でもなるほどなるほど、私はあんまそういうのないんですよ。それはだってまあそれはそうでしょうねってなっちゃうんですよね。だからちょっと不意打ち感があったりとか、でそれが、まあ、日常的なものの方が、まあ、できればよくて、だから自分の感動って自分しか分からない、あまりこう人と共有できてないというか、しつらえられた感動がすごく苦手。何かこうちょっと目がピクピクしますね。そうなんですよ。すごい時間かかったんだろうなとか思っちゃうんですよ。考えすぎたわ。考えすぎす。そうなんですよ。感動についていろいろ聞いていこうと今日思ってきたんですけど、なんかどうしてそうなったんだろうっていう声にはむしろ興味が向いてきちゃってるんですけどね。これ、まあ多分自立もだと思いますね。自立もですか。ただ子供の頃からちょこちょこあって、はい、ただ本当小さい頃って、まあ、バカだったんで、その結構丸飲みだったんですよ、はいうん、だからな書いてある内容、はいはい、例えばその感動っていうものに対して惹かれて、うん、そこにフラフラと、うんうん、近寄っていったら、ね、あれみたいな、巷には何か作品があってそれを作った人じゃない宣伝する人とか、まあ、その周りでそのものについて仕事する人たちがいて、で、まあ、いろんなこう
演出をしたり飾り付けしたりするじゃないですか。うん、でそこでこう感動とか、例えば泣ける、うん。私は泣けるがやっぱやばいなと思って。泣けるって見たらちょっともうファイティングポーズになっちゃう。来たぞっていうふうに。うん、ちょっとひねくれてる。逆にあのどんでん返しとかミステリーとかあるじゃないですか。はい、ああいうのはどうなんですか。ミステリーとかは別に割と引っかかります。推理物で。はい、あこれ登場人物なんだなっていう一枚絵があったりする。ドラマでも映画でも何でもいいんですけど、そうするとこう7、8人の人間がいるとあれ犯人だなとか、あでなんか分かっちゃう、そういう人いません、はいはいはい、全然分かんない、あどれかなみたいな、すごいいいお客さんですね。そうそうだそうなんですよ。今回は特にイラスト何ってお願いしないですけど、はい、何が来るのかってすごい気になりますよ、ね、これめちゃくちゃ迷って、はい、複雑な絵を描けた方がいいなと思ったんです。そのワンシーンワンカット一瞬切り取る、はいってなった時に、でも俺そんなややこしい絵もほとんど自分トレースしてるだけなんで描けないんで、もう子供の頃、子供の頃の自分で、で今悩んでるのが、はい、の後ろ後ろっていう文字を家庭のやつですか、うん、書いちゃおうかどうか、書いちゃった方がいいんじゃない？いいですよね。じゃあ今描きます。今？え？まさに後ろ後ろ状態。今。ちょっとペン持ってきて。あるんすか、ちょっと貴重な。これが噂の。いやいや、志村後ろ後ろ。そうですわ。すごくないですか？いや、あんまいないですよね。え、っていうか、岡崎に来たってことですか？来たんですよ。嘘でしょ？来て。あれ、名古屋じゃないですか？これが記憶がちょっと曖昧で、はいはい、で、母親に聞いたんですよ。父親に連れてってもらったのを覚えてるんですよ。陸奥体育館っていう、今は川崎市体育館になってるんですけど、確か。そこが、そのプロレス見に行ったとこなんですよね。新日本プロレス。プロレスも川崎なんですか？そうなんですよ。で、ドリフは、ロックっていう、関数字の6に、トモ。トモ、トモでロックっていうところがあって、そこじゃないかなって母親に言われて、で、父親に聞いたら、そこだって。そこの体育館だったっていうふうに、一応現地取れてるんで。岡崎だ。そうです。バージョン全然岩手県するのなかったですよ。なかったですか？岡崎まで来てくれるならそれは行きますよね。行けるものならね。そうだから、テレビで見ているものが目の前で繰り広げられるって、もうテレビが出てきちゃったか自分がテレビに入っちゃったかみたいな、うんうんうん、すっごい不思議な、なるほどな、ふわふわした気持ちで見てて、ただお化けネタかなんかやったんで、しぶらんしろしろって言うのは、もうこんな顔で、小学校、これ実際の写真で、おそらく10歳ぐらいの時の写真があったんで、三男坊が立ってる写真で、それを支えてたんですよ。三男坊が9歳違いで立ってるってことは1歳超えてるかなって考えると、単純に計算してたら10か11、そうするとこの頃なんで、こんな顔でした。それはやっぱり感動したなぁと思って、うん、絵も言われぬ、うん、高揚感。でもこれ締めが美しかったわけですよ。だから、やはり有野課長が。そうです。やはり私はやっぱり課長、課長また帰っちゃったと思って、ああ去年一昨年の話なんで、大人になっていて、はいはい、でも本当趣味、なんか、なんて言うんでしょうね、子供みたいな気持ちで楽しいなって思っているもの。の一番最後に、うん、そのなんて言うんでしょうね、本来の番組の性質を考えると、その最後の演出って、うん、似合わないんですよ。うん、そうですよね。特別なものだったんだっていう、そういうなんちょっとこう思わせてくれるような、うん、ひと手間をこうファッと、うん、うん、ちょっとすごいおしゃれななんかこう演出でもって、その時その場所に居合わせたり、それを見てくださった人にしかある意味と分からないし、分からなくていいものだと思います。だと思います。これは、うわ、やられたと思って。うん。グッときましたね。この話はもうしなくてもいいかもしれないですけど、もう伝わらなくてもいいと思ってやってますみたいなの。はい、でも、いや、究極だし、この、次の段階へ行くために必要な手続きだと思っているんですけどとあるので、次の段階とは何なのかと。そうですね。
まあ言語化するようなもんじゃないと思う、ね。まあそうなんですよ。それこそ伝わらないと思うんですよ、ね。次回。次回。何すかそんな。どうしようか。次回。でもなんか、何回か前の放送の時はまだまだいけそうです。あるんですけど、はい、そのダビッチっていう雑誌なんで、はい、最後の晩餐っていうので一個書こうかな。ああ、なるほど。いいと思います。そう思ったんですよ。はいはいはい、僕すっげえくだらない内容。はい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 、次回最後の晩餐って言うと、なんかちょっとね。やめてくださいね。ダヴィンチさんっていう雑誌だから、あその、それをちょっとね、狙ってっていう、はいはいはい、ところで、説明して。ワンアイディア。じゃあ今のうちに言い訳させてください。ここまで説明して、正確していないっすよ。うん。まあ自分の首を絞めてるようなもんですね。そうですね。あの子たち会も、はい、楽しみにして。Thank you.